ドコモプロシリーズ HT-02A は、HTC 製の NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。HTC タッチダイヤモンドのドコモモデルにあたる。ドコモプロシリーズの端末、HT-02A の通常のメーラーでは、プロバイダメールを使用することができる。iMode メールを利用するためには、imode.net モバイルモードを使った、Web メールでの利用となる。 HT-02A は2種類のリアルタイム着信をするプッシュ型電子メールを利用することができる。メールが着信すると着信音やバイブレーションで着信がわかり、未読がある場合、LED が白く点灯する。モペラ U 一つが NTT ドコモが提供している ISP サービスであるモペラを利用したプッシュ型電子メールとなる。 ht-02a の接続用 ISP として、モペラ U のスタンダードプランを契約すると利用することができ、mopera.net のドメインのメールアドレスとなる。ht-02a には、モペラ U 自動設定アプリが内蔵されており、簡単に設定することができる。Windows Live Mail もう一つのプッシュ型電子メールは、フォトメールや Windows Live Mail である。 ht-02a には、Windows Live s e r v のアプリケーションがプリインストールされており、そのアプリケーション一つとして、hotmail.com や live.jp の設定ができ、リアルタイムで、プッシュで、電子メールを受信することができる。ポップメール、ウェブメール Windows Live や、モーペラだけでなく、ポップ、imap の、プロバイダメールや、g メールや、Yahoo メールといった、 ウェブメールもメーラーを使って送受信が可能となる。メーラーには複数のメールアカウントを登録することができ、ビジネス、プライベートと分けて使うことができる。タイマー式のポーリング型受信になるが5分、15分、30分、1時間と設定した時間に合わせて端末がメールサーバーを確認しに行き、メールが着信すると着信音等で通知される疑似プッシュ受信が可能となる。 手動での受信も可能である。ビジネス利用ビジネス向けでは、Microsoft Active Sync の機能と、エクスチェンジサーバーのダイレクトプッシュやビジネスモペラ、アクセスプロの機能を使い、エクスチェンジサーバーのメールのプッシュ受信やスケジューラーと、同期を図ることができる。その他に、端末の遠隔操作、リモートワイプなどが可能となる。Windows ライブサービスの一つとして、Windows ライブメッセンジャーといった、 インスタントメッセンジャーも内蔵されており、利用が可能である。メッセンジャーが着信すると、着信音やバイブレーションで、メッセージの着信を知らせてくれる。ソフトウェアは内蔵のアプリのほか、様々なサイトで公開されている。ダウンロードサイトにアクセスし、インストールすることも可能だが、PC でアプリをダウンロードし、マイクロソフトアクティブシンクを使い、USB 経由で、 h t a 2 a へインストールすることも可能である。アクティブシンクはアプリケーションのインストールの他に PC 上のマイクロソフトアウトルックと h t a 2 a の PIM との同期企業利用であればマイクロソフトエクスチェンジサーバーとの同期音楽、動画、その他ファイルの PC との共有などができる。また、音楽、動画、ワード、 Excel 等のファイルの共有を図ることができる。音楽の同期動画、音楽と同期を撮るためには、アクティブシンクの他に、パソコン側でに Windows Media Player 10以上が必要となる。Windows Media Player で作成した、プレイリストと同期を図ることができる。ありがとうございます。